いや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 、よかったよかった。中国とアメリカ、とりあえず何にも起きなかった。台湾もとりあえず今のところ大丈夫。ってことは日本もとりあえず今のところ大丈夫。ということで、まあでも、気は抜けませんよ。なんと言っても、前回言ったビクトリアヌードル。違う。ビクトリアヌード。違う。ビクトリアヌーランド。はい、彼女が、ね、日本に行っちゃったわけだから。わかりますよね。この言ってる意味、わかりますよね。はい、ということで、まあとりあえず、一安心。でもね、ビクトリア・ヌーランドは気をつけた方がいいよ。ウクライナの時も、ね、ウクライナにいるアメリカ大使館のある男と、いろいろ策を練って、ね、変なことになっちゃったから、今回も日本は、エマニュエル君がいますからね。はい、エマニュエル君は、そして、ユダヤ。で、ビクトリア・ヌーランド。はい、間違いませんでした。はい、彼女もユダヤ系ですから。ここ、しっかり押さえとかないと。日本、まあ、1年、2年じゃないんですよ。多分5年、10年、先を見て、計画を、あいつら、本当にもう、ということで、今回はそういうことじゃないんです。今回は、まず、二つあります。一つはですね、いつものごとく、最後に、またある証言動画。はい。ウクライナの東部、これはね、マリオポウ。はい。マリオポウの、あるおばちゃんが、はい、証言してます。ただね、いつもの証言ビデオより、ちょっとね、もう、おたけび G も最後はね、もう、もらい泣きしそうなぐらい、なんかね、もう表情見てても、喋るのも辛い。最後はもう泣いちゃうんじゃないかっていうぐらいの、このおばちゃんの証言。これを見てですね、絶対嘘だ！こいつ、このおばちゃん嘘ついてるって。思えないです。思いません。それぐらいもう本当に、やっぱアゾフはやばいよなって思うビデオです。しっかり見てください。はい。そしてもう一つはですね、最初にある画像を出します。ナザレンコ。はい。おたけび G は嫌いなんですよね。ナザレンコ。はい。ウクライナには正義がある。ロシアは悪だ。もうそれをですね、日本でベラ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 喋りやがって。ね？わかるよ。あんたはウクライナ人だから。でもさ、その余計なところまで口を出して。っていうか、あなた最近統一教会に金もらってたみたいな、統一教会と関わっていたみたいなこと言ってるけど、それに対しては何も嫌なのかな。あれは間違いです。いや、全然事実は違いますって言わないのかな。という、このナザレンコ。なんかツイッターにある写真を載っけて、ロシア軍の兵士が、おちんちんをカッターで切り取って、そういう動画は、あえてここではあげませんけど、そのやったやつの顔がバレた。って言って顔を晒してます。ただですね、まあ、よーく見ても、はっきり言う、ちょっとわかんないんですけど、もう多分、この辺り出てると思うんですけど、この辺りこう出てると思うんですけど、これを見てですね、これがロシア軍って、100% ロシア軍の兵士だと。もしくは、まあ、親ロ派のやつだと。わかるんでしょうか？なんか、白い腕章もしてないし、なんか、変な帽子かぶってるし。まあ、頭のいかれたやつだと思いますけど。これね。ナザレンコ。そういうツイッターで言うのもわかるけど。じゃあ、このおたけび G が最後に流す。この、ウクライナの、この住民の証言。もう最後にもう泣きそうになるこのおばちゃん。あんたどう思うの？あんたも出身っていうか、そこの人だよね。マリオポールの出身だよね。ねえ、ナザレンコ。おちんちんをカッターで切ったやつの顔がわかったみたいなツイッター上げる前に、統一教会のお金の受け取った、そこ、しっかりと、ちゃんと、まあ、言い訳するのはちゃんとして、もしくは、もうごめんなさいならごめんなさいって謝って、ね。おかしいよ。もう、あいつ絶対日本から排除した方がいいですよ。日本の毒です。言ってきます。日本の毒にしかなりません。はい。ということで、なんでこんなにナザレンコの文句ばっかり言ってんだろう。まあいいや。とりあえず、言いたいのは、ナザレンコくん、ナザレンコさん、あなたは、ウクライナに正義があるって言うけど、このおばちゃんのこの証言を聞いて、本当に正義があると、思うんですか？おちんちんを切った！そんなツイッターなんかどうでもいいんですよ。だって、どう見たって、わかんないじゃん。はっきり、ロシア軍の兵士だって、わかる画像を上げてください。そしたら、納得します。まあ、ちなみに、ロシアの兵隊さんも、むちゃくちゃ悪いことはたくさんしてると思います。だって戦争なんで。はい。ということで、ただ、ロシアだけが悪い。ウクライナは絶対に正義だって言ってるのはおかしいと思います。特に、日本人は中立に立つべきです。以上。では、最後に動画を見てください。本当にね、もうおばちゃん最後ね、うーってもう泣きそうだ、うーってこう声が詰まって、うーってもう、ほんとね、おたけび G も泣きそうになりました、泣きそうになりました、さよなら。16マルタ、ランニラ、ジェンシノ、сильно большой кусок вырвало бедра.
Вот. И мы попросили помощи у азовцев. Они нам ничего не оказали. Они нас закрыли в подвале. Потом еще в этом подъезде, где раненая женщина, убили мужчину. 9 дней он лежал, не могли мы его похоронить. Они нас не выпускали. Когда пришли ДНР, мы просили у них помощи. Они сразу нам оказали, и лекарства дали. И детям это еду, и нам еду готовили. А те, как фашисты, обращались к нам, это ж мыслимо.